さてちょっと運動終わったんでやっていきます。前回はね、高級店に殴り込みをかけまして死にました。めっちゃ無謀な、泥棒ということを私も実感いたしましたのでね、少し、お、水切り、いきなり水切りだ。真面目な試練をこれから演じようかなと思いますね。そうなんですよね、結構ね距離があったんですよね。それ分かってやったんで、まあこれは難しいんじゃないのかなと思ったんですけど、あの爆発の腕輪をね使って、まあ綺麗にね通路を作って、まあ逃げ切ろうかなと思ったんですけど、ちょっとね天使の動きを確認する術がなく、はい、結局死んじゃいましたね。まあ、もったいないというお米もあれば、まあ当然の結果だというお声もあるはずです。今回は真面目な試練を演じたいと思います。で早速ね、水切りきましたね。一死ので、今回もね、今回は実家から収録します。ゴールデンウィークです。ちょっと時間作りました。なのでまた犬のね鳴き声ちょんちょんと入るかもしれませんけど、そこご了承ください。さて、なんだここ、草がある、黄色い草。まずは、お、隕石来たよ。とりあえず最低限の、ま、武器装備というか、最低限で言ったらダメだな、最上の武器装備が、トカゲいいね。だけども今回は水性特攻をメインに持っていこうかなと思ってます。おう、よし、 OK。 でこっちかない、じゃあ行きますか。銅の刃、まあ、これは置いとこう。よし、ちょっと水星特攻効いたね。あんまりピョンダイルの動き見てませんでした。よりゃナイス。やっぱこの修羅の道も浜辺と同じように水星系の敵と、まあ、ドレイン系の敵が多数、まあ中層深層に進むにつれてね、まあ、どんどん出てくるということなんで、まあ有効な特攻じゃないのかなと思います。わお。またドレインにするかどうするかなんですよね。個人的にはドレイン特攻の方が今いいなと思ってるんですけど、水星系も、まあ、敵がね多数できてくるんで捨てがたいということで、一応今回は水星特攻でいきます。しかしすごいですね。武器が3つも手に入った。よし、バナナが完熟してる。早いな。草もたくさんあるね。巻物読んでいきます。拾えず。はい、じゃあ行きます。 4F。 こういうか。草もめっちゃあるな。赤い草、ヤシの盾、旗の鉄道。わお、めっちゃ犬鳴いてるわ。ヤシの杖、杖識別します。多分おかんがね帰ってきたから泣いてるんですよ、あれ。うわ、お店や、絶対やれへんからね。720、これ保存かな。ルビー、3000系、これも3000系。
わからんな。レベル1、はてな。巻物ありましたよね。これ。選択じゃないと。あ、おねむガラガラだ。マジか。これ300。5000。拾って、あ、持ち物いっぱいか。クリーム色をちょっと使いますか。よし、じゃちょっとクリーム色を使おう。薬草でした。とりあえず回っていきますか。いいね、真面目な試練どこへやらっていう感じの展開になってきたんですけど、参ったな。誘惑が衝動にね駆られてやっちゃうかもしれない。おうおう、待って、ちょっと待って、よし、来た。ふう、チンタラか、ほっとこう。お、スポジャン、なんか入れましょう。薬草入れよう。わからん。なんかあるかな。なんもないな。これ保存ね。よし。いる？いるわ。おお、しまった。さてどうする。一しのがある。杖の識別しますね。忘れてるわ。やろうやろう。敵出ないかな。この5000腕はね、ちょっと見たいんですよね。何の腕か。回復だったらいいですけどね。人橋か。よし。さてどうする。硬い壺の値段識別とかもやっておきましょうか。まずはこれからいこう。こちら回復じゃないですね。ははは、マジで。これ、爆発。まあしゃあないな。とりあえずね。えらいもん装備したな。よし。じゃあトパーズを識別します。1050、3000では
とりあえず3000腕は装備しとこう。で、銅の刃、僕、245はプラス1っぽいね。交換。126は0。どうしよっか。合成の壺の識別したいんですよね。だけど、まあ、いいか。で、あとは、草500草。500。水色。200。2000。復活か？交換。2000復活だったっけな。なんか他にもあったような気がする。もう忘れちまってるわ。300。300。シンク。300。これも300。うわぁ、300怖いなぁ。300はそんなに。萎縮症とかあるんですよね。100。赤い草。500。あと鷹の巻物100巻。100巻明かりか。で1000巻。1000巻爆睡。爆睡魔物。よし、ちょっと100巻じゃ読もう。これゴツゴツが何なんだ。識別かな。とりあえず、じゃあ300草1個となんで、パープソ。で、100巻読もう。明かりっすよね。じゃあやるか。やるか。これなんかわかんないんですよ。売ってからの方がいいんだよな。置いて。トカゲ切り置く。置く。隕石も置いちゃおう。よし。これわからんと。
焼きバナナ食べる。よし、じゃあ行こう。オッケー。 5F。 いやー、食い改めようと思ったんだけど無理だった無理だった。よし、待ってよ。まあ保存にちょっと入れていきますか。まず薬草を入れよう。銃巻、まあこれ一応持っといた方がいいな。大工こうしよう。でこれ爆睡か。銃巻2枚目、柿の杖で、ちょっとヤギの巻物、なんかすごいものが手に入ってきたな。じゃあ飲むか。味覚長、よし。でここでモンハウとか。カイツボ入れるか。銃巻入れよう。手封じ、とりあえずちょっと敵を駆逐していきます。で手封じを割ろう。結構痛いんだよねこれね。ヤシの盾、3、何かな。よし、パープソ、よっしゃこれいいの。一通り回ったと。クソ、手封じがもしかして回復しないんじゃないのか。盾を外しますかの前に、あ、てか手封じだから外せないのか。一発殴る。よし、いけた。よし、あ、そうかそうか、これね。じゃあゴツゴツに、じゃあ銃巻き入れます。あ、いいね、いいじゃんこれ。識別ですよ。これことこれ入れよう。で、これ入れよう。痛恨のではか。3000なのね、痛恨のでは。そうなのか。3000のではって識別しないとわからないご利益のあるものかなと思ってたんですけど。ヤシの盾、これは、あ、そっか。はい、お、囲まれた。ちくしょう、この野郎。40ダメージなので入れたいけども入れない。まあいいや。で、これ識別ね。これ、こっち。で、まあまだ、5F なのね。じゃあもう少し行こう。そのまま。で、バナナがないんですよ。バナナがないので、これちょっと食べると。力アップ。もう一個ゴ、ゴモ。酢味噌。
で1毒消し。どうする。ヤギ巻きね。うわ、大型地雷。ううマジか。待って、3、4、5、6、7、8、9、10。じゃあちょっと毒矢を拾っていきましょう。4、5、6、7、8、9、10。毒矢があるとちょっとねやっていけるんで、これ薬草？とりあえずどうねば入れるか。いや怖いな、もうちょっと待つか。これ投げます。呪い除け、呪い除け装置。はい、6F。